ちら、鎧台ですね、鎧台、この鱗とかではね、鎧みたいなね、非常に頑丈なね、鱗でできてます。それで鎧台、正式名称はですね、恵比寿台と言われております。非常にね、流通量が少なくてですね、市場でも1ヶ月に1回入るか入らないかぐらいのね、レアさです。で、味はね、もうものすごく美味って書いてましたね。まあ自分もこれちょっと食べたことないので、わかんないんですけどね、ネットでは非常に美味と書いてました。なかなかね、知ってる人少ないと思います。あと、YouTube もね、この恵比寿台の、おろして刺身で食べるっていうのはね、まだ、アップ、誰もアップしてないので、私がですね、初めてになるかと思われます。なのでね、記念すべき1匹目のですね、刺身となります。それではですね、ちょっとまあ、下手なんですけどね、温かく見守りください。それでまず鱗ですね、描いていきます。非常にね、硬いみたいです。ものすごく硬くて、なかなか鱗が描けないですね。すっげえ硬くて、わかりますかね、非常に硬いです。なかなか曲がんないぐらい硬いですね。コンタクトみたいですけどね、ちょっと目に入れてみましょう。 いてててててて、まあ、みたいなね、まあ入れないんですけど、はい、では、もうしばらくですね、鱗を描くのちょっと硬いです。硬すぎて、この鱗かきもね、壊れるぐらい硬いですね。すげえ硬くて、すげえ跳ねる。ちょっとこれ鱗が跳ねちゃうんで、掃除大変になっちゃいますんでね、おしぼりなんかをですね、この鱗の上に当ててですね、やると跳ねづらくなります。やっと裏面です。かなり時間かかりますね。身が傷んじゃうんで、あまり強くはできないんですけどね、非常に硬いです。挫折しそう。鱗かきは壊れるし、すごい太っ、手怪我すぐらいのね、硬さです。本当こうやると手切れちゃうぐらいですね、頑丈でガラスみたいな、もう本当の鎧ですね。すごい。はい、ではね、まな板整理整頓してですね、はい、切って、さばいていきたいと思います。